こんにちは、春です。今回はセル参照をやっていきましょう。セル参照って何かというと、特定のセルの中に入っているデータをまた別のセルで使用するために持ってくること、参照すること、よく数式や関数で使われるのがこのセル参照です。これまでの講座でもセル参照については様々な場面でやってきましたが、今回は相対参照と絶対参照という概念をぜひ覚えていただきたいということで、改めてセル参照についてご紹介したいと思います。実際にやってみた方が分かりやすいと思うので、早速入力していきましょう。サンプル表は商品 ABC の希望小売価格と仕入れ値、実際の業務の中では卸値とか掛け率とか言い方は様々だと思います。定価×掛け率で3000円という仕入れ金額が出てきました。 C5 セル ×D5 セルをやってるので、これもすでにセル参照なんですね。 E5 セルに入力した数式は C5 セルと D5 セルからデータを持ってきてセル参照をして答えを求めています。これは例えば直接入力だった場合はセル参照ではなく単純な数式インプットになります。先ほどの数式に戻しておきましょう。 C5 セル ×D5 セルの状態でこれを商品 A から商品 C まで同じ数式を入力していきましょう。C6 セル ×D6 セル、C7 セル ×D7 セルということで、数式のコピー&ペーストをしていくと同じように参照元のセルも移動してくれるというのが、これが相対参照です。参照元のセルを固定せずにデータを持ってくることが、これが相対参照なんですね。ただこれが表の外に設定しているこの掛け率を数式に含んで全ての商品にコピー&ペーストをしたい場合にどうするかというのをやっていきましょう。これが今からご紹介する絶対参照という概念です。例えば同じように商品 A の定価×表の外にあるこの掛け率参照したときに、一旦この相対参照のままで商品 BC にもコピー&ペーストしていきましょう。同じ数式を入力しました。すると0になってしまうんですね。これなぜかというと、それぞれの商品で持ってくる定価の位置は合ってるんですが、一つずつセルを下にずらしていくと、先ほど参照したこの EQ セルも次は E10 セルを参照してしまうというように、数式をコピー&ペーストしていくにつれて参照元がずれてしまうんですね。これを絶対参照で固定していきましょう。何をやっていくかというと、固定したいセル、今回は EQ セルを絶対参照にしていきます。E と Q、これそれぞれ列と行ですが、 E の前にも Q の前にもこのドルマークのようなものをつけてみてください。これで Enter ですね。他の商品にも数式を反映すると、相対参照のままの定価の列 C 列はコピー&ペーストに応じてスライドしましたが、絶対参照で固定した EQ セルは動かずに求めていた数値を返してくれました。これが絶対参照なんですね。で、この絶対参照、実際の現場ではいちいちドルマークをつけていくのは大変です。固定したいセル、この辺りにカーソルを合わせていただいたら、キーボードの F4 キーを押していきましょう。そうすると、一番最初に相対参照だったら、1回押すと行も列も固定する絶対参照になります。もう1回押すと行を固定して、もう一度押すと列を固定する。応用編として、よりコピー&ペーストをスピーディーにしていくのに、行だけを固定する、列だけを固定する。これもぜひ覚えておきましょう。で、今回の場合はこの掛け率が入力されている行を固定したいので、 Q の前にドルマークをつけて Enter を押していきましょう。数式をコピーしていきます。これでもしっかり EQ セルが固定されて、それぞれの商品にも掛け率 30% が反映されるんですね。続いてこちらの表で列だけを固定する参照もやっていきましょう。今入力されているのは商品ごとの仕入れ金額の単価が分かったので、それを販売個数、仕入れ個数に応じて実際の仕入れ金額を導き出す数式が入っています。でもすでにこの単価の列を固定した参照が入ってるんですね。これ試しに他の数式を消してもう一度コピー&ペーストしていきましょう。列を固定して行は固定されないので、ここで商品 B、商品 C の仕入れ金額を入力しても然るべき数字が返されています。この上半期で求めた数式を下半期にもコピーしていきましょう。数式を選択して貼り付けました。固定せずに相対参照だった I 列の販売数はそのままコピー&ペーストに応じて K 列の販売数を参照してくれてますが、固定した単価の列はそのまま固定されて下半期の数式に反映されています。他の商品も同じですね。このように数式のコピー&ペーストをするにあたって、列を固定するか行を固定するか、列も行も固定するかで非常に効率的な作業を行うことができます。ぜひ覚えておきましょう。最後にこのセル参照で絶対参照を使う機会の多い割合、構成比なんかをこの O 列で実践していきましょう。商品 A の仕入れ金額が全体に占める割合を求めた時に N5 セル割る N9 セルをすると、商品 A の構成比は 23% という結果が出てきました。
試しに相対参照のままコピーしてみましょう。そうするとどうなるかというと、行も列も固定していないので、コピー&ペーストに沿ってセルも一つずつずれてしまっています。この NQ セルを絶対参照にしてもいいんですけれども、せっかく行だけ固定する、列だけ固定するご紹介しました。今回はこの NQ セルの9行目、行を固定すれば分母としては変わらないのでやっていきましょう。これを他の商品にも反映していきます。そうすると求めていた答えが導き出されました。実際に参照できているか確認してみましょう。すべての商品で NQ セルが参照されています。ということで、今回はセル参照の中でも相対参照と絶対参照の概念についてご紹介させていただきました。行だけを固定する、列だけを固定する、行も列もどちらも固定する、そしてその参照方法はキーボードの F4 キーを押すと順番に切り替えることができるということもご紹介させていただきました。今回ご紹介した内容をぜひ実務で活かしていただいて、数式や関数のコピー&ペーストをより効率的に実践していただければと思います。本日の講座は以上です。